ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がベントレーコンチネンタル GTW12 2020年式走行距離4000キロ、こちらの車両になります。もうちょっと何回も取り直してますけど、今見上げちゃってるけどね、別にふざけてるわけじゃないですよいやちょっと今回、はい、車のちょっとこうハードルというか、はい、紹介するハードルが高すぎて、うん、ちょっといろいろ考えてたら、うん、もうオープニング何も喋れなかった。あ、そうですか、はい。まあ、でもね、紹介する前結構やっぱりね、いろいろ勉強しましたね。そうですね、はい、勉強したんですけどしきれなかったです。正直わかんないですよ。まあ、正直言うとそうですよね、うん、はい、やっぱりそのオプションだったり装備だったりってベントレーって本当に複雑というか、正解がないって言っちゃ分かんないですけど、カタログがやっぱりないですからね。そうですね、うん、まあ、基本的にはもうすごく歴史のある車ですし、はいはい、まあ、あと車のオプションもそうだし、うん、装備もそうだし、うん、まあ、車屋さんが分かんないって言っちゃうとそれまでなのかもしれないですけど、はいはい、やっぱりいろいろ紹介するべきところ多いと思うんですけど、はい、外にこうあんまり出てないじゃないですか、うん、でディーラーの本当にスタッフか、はいはい、まあ、もしくはなんかもう買った人じゃないとわからないで、そうですね、はい、でコンフィギとかでも全部出てこないんですよね、はい、出てこないです、はい、本当にこうふわっとしたこうコンフィギでしか選べない、うんうん、でなおかつ値段も出てこなければ、うん、そのコンフィギに載ってない部分もあったりして、うん、なかなかちょっとご紹介するのが難しいと、はいはい、でできる限りは今回勉強しました。そうですね、はい、っていうぐらい今回のこの車はすごいオプションが入ってる、ね、ということですね、はい、ただちょっとやっぱりこう説明十分とは多分いかないと思うんで、はい、まあ、多分おそらく詳しい方いらっしゃると思いますので、はい、もう多分ここ詳しい方ってもう博士か先生っていう、そうですね、はい、レベルだと思うんですよ、はいはい、なんでコメント欄で教えていただいて、それを含めてまあ車両紹介そうです、まあ、全体的にはまあ一緒に見るっていう動画でお届けしたいと思います、はいはい、で今回ご紹介させていただく車が、まあ、オプションもそうなんですけど、はい、まあ、ちょっと特殊な車なんですよね。年式のところでね、はい、っていうのが、センテナリースペックっていう、はい、2019年にベントレー100年100周年ですね、100周年、ね、記念ということで1年間だけ、まあ、なんていうか受注ができた、できた、はい、注文ができた仕様なんですよ、うん、はい、なんでいろいろそういった特別なところがあるという、うん、はい、でしかもそれもなんか10月ぐらいまでしか注文できなかったみたいですね。なんか正式はどうなんですか、年をまたぐ前から注文できたのか、年をまたいで10月かっていうのは何とも言えないですけど、まあ、でも限られた時間でね、ありますからね。なんで一応その辺のズレが、はい、まあ、19年に注文して、はい、まあ、納車が20年なんで、はい、まあ、日本の登録自体は2020年になっているので、はい、まあ、今回2020年ということでご紹介させていただいてますけども、はい、一応その100周年記念というのがもうめちゃめちゃ分かりやすく、まずエンブレムに、はい、入ってますね、入ってるんですね、はい、でこれが1919と2019、はい、これ100年ってすごくないですか。すごいですね、うん、もう元を正せばこうベントレーってもうゴリゴリのなんかこうスポーツカーというかスポーツなメーカーだったんですよね。そうですね、だからちょっと今で言うと紳士ってイメージになりますけど、まあ、一昔前はもうやんちゃなイメージですよね、はい、でちょっと今回僕予習してきたんですけど、覚えきれないんで、はい、今回は終始カンペでいきたいと思います。で一番最初にそのベントレーさんが作ったブランドでベントレーなんですね、はいはい、ベントレーです。でそもそもスタートの時になんかルマンをもう5回優勝して、もうゴリゴリのモータースポーツブランドとして誕生して、まあ、その後2000年ぐらいに、まあ、こうワーゲンブランドとしてこう車になるんですよね。あと今回の車めちゃくちゃかっこよくないですか。そうですね、これはちょっとね、しびれますね。これって割と白黒、まあ、ちょっと変わった色なんかも時々ベントレー見かけますけれども、うんうん、この色僕ちょっと初めて見たかもしれないですよ。そうですね、私もそんなに見かけたことない色ですね。でちょっとこれがコンフィグで何色何色なんて言ってたら、はいはい、コンフィグの色も、ね、画面の色と全然違うんですね。でちょっと覚えきれないんで、うん、メモしました。このボディカラーの方が、はい、ホワイトサンド、ホワイトサンドバイマリラン、はいはい、標準7色、うん、オプションカラー56色、うん、はい、白系でもこうブワーって出てくるんで、ね、はいはい、まず分からないと、はいはい、分からないで、なおかつそのコンフィグで見た色よりも随分こう薄いというか、うんうん、コンフィグもうちょっとなんか黄色っぽい、そうですね、ちょっとこうアイボリーな感じですよね、感じしますよね、はい、それから実写このちょっとなんていうんですか、クレヨンのちょっとこうクレヨンがのメタリックみたいな、そんな感じですよね、ですよね、ちょっとで黄色みも入っててっていう、うん、これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれですね。やっぱり僕たちって白黒ってもう今なんか当たり前な感じになってて、ちょっと色が変わってるのがちょっとこうおしゃれっていうわけじゃないですけど、こう好まれる雰囲気ありますけど、これまあドストライクですね。
ちょっと今時な感じもしますよね、うん、そうです、はいはい、でまた塗装がメントレーなんで、はい、もうツヤツヤじゃないですか。ツヤツヤですね、はい、もう肌も普通の車よりも全然ないですね、うん、もうとにかくまたこれね、あとね、言いますかブラックラインが入ってるんで、はい、このマッチングも最高ですよね。これちょっと真っ白白のボディにこの黒とかだとまた見え方変わると思うんですけど、はいはいはい、ちょっとこのくすんだというか、はい、面白いですね、中間色のこのホワイトサンドにこの黒のパッケージやばいですね、これ。そうですね、 W12 ってやっぱメッキのイメージがあるじゃないですか。確かに。だからそこをやっぱ黒に変えてこの色って僕すごいいいと思いますね。特になんか今その超高級車ブランドがその黒いパッケージ、はい、まあ、ロールスとかでもそうですけど、はいはい、なんかその若い層をすごく取り込むのでやってるっていうのはなんかで見ました、はい、本当ですか。本当です。値段下げてくれるのにね、はい、若い層かねいやいや、その若くして成功した人とか、成功した人とかね、はいはい、そういう人にも乗れるように、はい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 、おっさん臭くないぞ、ベントレーってことですよね。ロールス の, あのブラックバッジなんかまさにそうみたいで、なんかもう20代、30代 の, その成功した社長とかをなんかすごくターゲットにしてるっていうのは読み物で読みました。ただ、あのここ出たね、出たね、はいはい、は思ってしまいました、私、はいはい、こっちグロスのめちゃくちゃこう質感の高いこう、はい、網なのに、うん、この下に行くとちょっとあれっていうこれはそこはあれですよ、そこはボンドさん仕事ありますよって、はい、そうですね、はい、うちのために取っといていただいたんだと思うんで、はいはい、ちょっとこれはぜひ塗りましょう、はい、ただこれグリルもちゃんとこう何ですか、クロスしてるところがとんがってて、うん、こうものすごい立体的なグリル。そうですね、ただの網とかじゃないですか、はい、でベントレーもこの方コンチネンタル GT 特になんか先進装備もすごくアップしてるんですよね、うん、なんか本当に何ていうんですかね、さっきもちょこっと話しましたけど、やっとベントレー、まあその何ていうんですかね、追いついたっていうか、うんうん、中身がやっぱり時代についてきたっていう言い方変かもしれないですけど、うん、なんて言ったんですかね、まあ、特に細かく変えてこないんで、はいはい、まあ、そのどんどん他が新しくなっちゃうんで、ちょっと装備的な部分で、はい、まあ、寂しいかななんていう部分も先代だとあったりしたと思うんですけど、うんうんうん、今回のやつはもう全然、そうですね、だからこのなんて言ったんですかね、抜け目なくなりましたよね。そうですね、うん、脇がこう甘くなくなったというか、ちゃんと装備もしっかりついてきてっていう感じですよね、うん、あとはこのボディライン、はい、これ僕読み物ですごく、うん、あ、なるほどと思ったのは、うん、彫刻みたいって書いてるのがあったんですよ。これ先代って少しこう何ですか、多少こう丸いボテッとしたらって言ったらあれですけど、うん、はい、それが現行になってめちゃくちゃ鋭くなってますね。鋭くなってますね、そう言われてみたらそうですね。だってこのボンネットのプレスライン、はい、こう立ってるのって初めて見ましたよ、本当にこれで。あ、この車以外多分見たことないですよ。うん、はで、そう言われてみればそうですね、うん、でこれだけ、ここだけじゃなくてフェンダーとかリアのそのフェンダーの上のアーチラインとかもこういうこう反り立ってる、反り立ってる感じね、尖ったデザインなんですよね、はい、でこれすごくこう先代よりかもシュッとして見えるのが、うん、なんか車がちょっとこう、うん、ホイールベースも長くなって、長くなって、はい、もう本当にその辺の走りとか、うん、その辺なんかも一新されてるんですよね。だとは何と言ってもヘッドライトじゃないでしょうか、はい、まあ、テールなんかもそうですけど、なんかクリスタルをイメージした、はい、ちょっと青みがかった、うん、LED のヘッドライトですね。これもだってこんなことします？でもやっぱり このライトのラインは変えれないというか、まあ、イメージでもベントレーってありますからね。確かに、はい、このライトのフォーメーションは変わってないですよね、はい、中身に関してはめちゃくちゃかっこいい、はい、うん、かっこいい最新のものね。じゃあちょっとその先代からの流れもちゃんと受け継ぎつつ、うん、新しくなってる、うん、そして今回のお車はこのカーボンのリップもついてるんですね、はい、これもうなんか、うん、車外っぽくないですか。車外っぽいですけどね、はい、なんかもうベントレーのなんかスタイリングにすごく合ってるし、はい、しかもこれよく見ると綾織りでこう中央に寄ってるデザインなんですね、はい、もう面積が少なすぎて全く見えないんですよ。下から覗くとちゃんとあのマンソリーとかブラバスみたいに中央に寄るデザインなんですよ、うんうん、だこれめちゃめちゃ手間暇かかってるなって、はい、やっぱそういうところはね、さすがベントレーって感じですよね。これが純正でついてきちゃうんだからやらしいですよね、ちょっと、うん、そして横に行くと
今回オプションの22インチ、はい、マリナーの方で入ってますから、はい、W12 だと21が標準ですよね、はい、で V8 だと20が標準ということで、はい、まあ、V8 なんかでも22選べると思うんですけど、はい、まあ、非常に大きい22インチ、22インチですからね、22インチです、もう SUV のなんかインチアップしましたっていうサイズじゃないですか22インチね、はい、それがもう普通に入ってると、はい、でこれが B デザインなんですよね、はい、はい、アルファベットの B になってる、はい、そしてその黒のオプションが入ってるんで、はい、まあ、ここポリッシュになってるやつが結構よく見るやつですけど、はい、まあ、今回の車は全部黒くなってると、はい、そしてそのセンテナリーということで、はい、金色がちょっとこうイメージカラーに使われてるんですね、なりますね、はい、センターキャップが、はい、この辺が金色だと、あと B マークの脇もこれ金色なんですね、はいはい、そしてブレーキは相変わらず超巨大な、はい、大きいですよね、テンポットですかね、大きいです本当に、これワーゲン系の一番でっかいやつですよね、お、そうですね、はい、カイエンだったりやつ、カイエン、はい、あとはあとなんだ、あとウルスとか、ウルスとかね、はい、あの辺に使われてる一番でっかい、はい、ローターも確か400パイ超える超巨大な、だ車もなんかこうものすごいこうスポーツテイストというか、うんうん、なんで最高速300キロオーバーでしたっけ、うん、333キロ、はい、馬力も確か600オーバーなんですよね、はい、だからもうこの辺もちょっと普通じゃない感じが見て取れますけど、うん、普通じゃないですけど乗り心地はまた全然違うんですよね、またイメージが、はい、ちょっとそれは試乗でお伝えしたいと思います、はい、であと、サスペンションの方が当然の、エアサスということで、はい、これがなんか3チャンバーって、はい、なんかその先代よりかもエアーの充填できる量が 60% ぐらいアップしてる、うん、すごく進化したエアサスらしいです、うん、ただ乗り心地もそうだし、うん、どうしてもその何ですか、エアサスってふわふわした感じあると思うんですけど、うんうん、それとしっかりしたのをちゃんと両立してる、うん、はい、一番新しいエアサスになってるみたいです。多分このエアサスの乗り心地か、まあ、ボディか分かんないですけど、すごいこの まあ、さっき試乗で多分お話しすると思いますけど、試乗で全然乗り硬さが変わるので、あ、なるほど、はい、電子制御の足回りも一緒に入ってますよね、はいはい、すごい楽しみだと思いますよ。そしてさっきのちょっとそのボンネットの先端でも触れましたけど、はい、このラインってすごくないですか、ね、このラインでしょ、はい、そこもそうだし、このフェンダーもこう一、はい、回へこんでるんですよ、ここがね、はい、ここが一回へこんでるんですよ、ここあ、ここね、はい、これも僕あの読み物読みました、うん、あの外反のそのパネルってほとんどアルミが使われてるらしいんですけど、うんうん、通常のプレスじゃなくて、うん、なんか500度ぐらいまでに熱して、うん、こう正確にこうプレスする、うん、成形する、うん、あの成形の方法で作ってるらしいです、じゃないと多分こんなに曲面とエッジを効かせたのが普通のプレス機で多分出せないと思うんですよ、うん、多分特にアルミって柔らかいんで、すごいよね、なんだっけな、ちょっとこうなんか小鳥くんぶつけちゃった感じするもんね。ちょっと他にないデザイン。知らない人だからね。そのぐらい特殊なことをやってるみたいな、うん。それがなんかスーパーフォーミングっていう超特殊な技術らしいです。はい、これをやれることによって何が違うんですかね。いやだからちゃんと正確にそのアルミの成形ができるっていう。できるっていうか。はい、本来だったら多分こんなに複雑なちょっとエッジを効かせたデザインとかは多分できなくない、デザイン性が一番強いってことですか、そうじゃないですか、あ、はい、でもそれすごいなやっぱりな、それを知ってて見るとやっぱり納得しますよね、うん、こんな感じのちょっと複雑な形状のフェンダーになってます、すごいこういうね、だこれちょっと実写見ていただきたいですよね、本当にそうですね、写真とかとちょっとまた違いますよね、うん、全然違います、全然違います、そしてあとはその性能的な部分でいくと、フロントのホイールが先代よりかも 13.5 ミリぐらい、うん、確か 13.5 ミリだった気がします、そうです、はい、今回カンペ使いますけど、はい、13.5 ミリぐらい、だから割とこうホイールベース自体も長くなってるし、はいはい、ホイールベース自体は、ちょうど10センチかな、10センチ100ミリ、はい、そしてフロントがちょっとこう先代よりかも、だからよりこうなんていうんですか、伸びやかなイメージになって、うん、少しこうキャビンが後ろに行ってるイメージになってるという、うんうん、そして W12 ですか、はい、W12 が入ってて、でいろいろ黒いんですね、はい、もうそこ入ってますかね、ブラック、はい、だメッキあんまりっていうか全くないぐらいじゃないですか、ないです、メッキないです、エンブレムぐらい、はいはい、そしてサイドもサイドスカート、はい、まんま社会じゃないですか、もうこのカーボンね、はい、でしかもベントレーのマークもマーク入ってます、これちょっと値段がこれはねちょっとね、多分調べてないですけど、パーツ単体で多分買ってもえぐい金額しますよ、えぐい金額しますよ、ベントレーのじゃあカーボンいくらですかって言ったらね、
ね、聞かずも分かる、言わずとして分かる金額じゃないですか。そしてこれそのまま一応原車は裸なんですね。これプロテクションがなんか早めに貼っておきたいですね。そうか、そうですね。そうですよね。ここはね貼りたい。特にこう乗り入れでここ乗り降りでここかかととか、いや乗り降りもそうだけど、はい、飛び石食らうじゃないですか。食らうねこれね。だから絶対カーボンパーツ先にプロテクション貼っといた方がいいと思うんですよね。で見たらあのベントレーのホームページにプロテクションのコンフィギに、うん、コンフィギュレーターにプロテクション の, あのオプションもあったっす、うん、前回りだけですけど、でやっぱりそのぐらいメジャーになってきてるんで、はい、まあ、プラスアルファの部分に関してはぜひこうアフターで貼っていただいて、はいはい、していただくといいんじゃないかなと。であとはもうこのラインとかすごくないですか。もね、こんにちはですね。こんにちはって感じ。ああそういうことですか。こんにちはって、はい、でこれもなんかすごくクラシックなデザインらしいですよね、はいはい、1950年ぐらいの R スペックって言ったかな、はい、でもここのデザインって、はい、その今も話した通り時代を感じなくないですか。どういうことですか。いやだから昔からのこの意味。ああそう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 、それが1950年ぐらいからの R タイプとか言っちゃったね。そうなんですよ。だから1950年ぐらいの R タイプとか S タイプっていう、僕も全然詳しくないんで、はい、ちょっとあの気になる方いたら調べていただきたいですけど、クラシックカーのこういうフェンダーをずっとこう踏襲してきてるみたいです。ただちゃんとここをえぐったりとかして、ちょっと現代的なデザインに、はい、最新技術も入れながら今までのデザインも継承しながらって感じですよね。だってパネルで言ったらこことこの天井までのラインを1枚のパネルでだってこう成形してるわけじゃないですか、うんうん、この複雑な曲線とエッジの効いたこれを、うん、はいはい、相当な技術だと思います。すごいですよね。そしてリアも同様に、リア315ですかね、はいはい、22インチ、リアも結構大きいですね、はい、一応4ボット、これカーボンセラミックとかもありますけれども、うん、まあ、今回唯一なんか大きいオプションが入ってないのはそれぐらいな感じじゃないですか。あ、はい、まあ、ただ、まあ、もうベントレー級になるといろいろオーダーメイドできますから、うん、もしかしたら僕らの知らないオプションなんかもあるかもしれないですけど、す、ね、はい、まあ、パッと見て分かるのはそれぐらいかな、うん、ただこの辺もなんかちょっとカーボンセラミックまで行くとちょっとよりスポーティーなイメージとかも出てくるじゃないですか、うんうんうん、はい、なのでまあこの辺は全然いいんじゃないかなっていう、はい、まあ、寂しい感じは全くないですね。全くないですよね、はい、うん、そしてあと後ろに行くと、後ろのテールランプもちょっとクリスタルをイメージした、はい、これ2段になってるんですね、よく見たら内外で中がね、はいはい、でこのギザギザがこう室内のこうスイッチ類とかエアコンのトリムとかできるオプションがあるんですよね、はい、オプションですね、はい、まあ、この辺なんかもこれめっちゃかっこいいですよね、この辺も、うん、だとウイングなんかもカーボンのついてて、これもう車外じゃないですかね、社外じゃないですかと言うと、社外じゃないですってこうそうですね、いただいちゃうんですけど、はい、そしてこれもちゃんとカーボンが中央による、はい、目も全部こうちゃんとね中央になってますからね、なってますから。そしてこの辺の出てくるウイングなんかもあったりとか、はい、だと後ろもこの1919、はい、2019のこのエンブレムと、はいはい、だ結構冷静に考えるとすごく貴重な車ですね。1年間だけしか注文できなくて、そうですね、はい、でここまでオプションが入っているのって僕やっぱすごいと思いますよ、はい、であとはマフラーが W12 と V8 で、はい、マフラーの出口はちょっと違うということで、今回の車は W12 ですので、はい、このタイプの出口になってて、であとはカーボンパーツ、はいはい、しっかりついております。これ下も真っ平じゃないですかね、はい、ガチンコのやつですね。ガチンコですよ、はい、これもしっかりついてて、あとバックランプなんかこんな感じで可愛く、はい、あとベントレーとか僕すごいと思うのは、うん、ちゃんと日本のナンバーを収めても、うん、これ日本仕様なんですかね、うん、これ自体が、いやそれはないんじゃないかな、おかしくなんないじゃないですか、うん、え、なん大きさが、はい、これたまたますかね。たまたまだと思うんです。本当ですか、うん、なんかもうたまにはみ出ちゃってるのとかあるじゃないですか。あ、これがね、ここがね、こういうのがね、はい、そこはちゃんとしてるんじゃないかな、ちゃんとワールドワイドにこう、うんうん、グローバルに、グローバルなサイズ感になってる感じだね。ちゃんと日本仕様が入っててもちゃんとおかしくない、うん、はい、こんな感じになっております。そうね、やっぱりここでまたここら辺がねちょっと出ちゃってるってね、ちょっと残念、ね、いや結構ありますよね、イタリアの車とか、うん、ある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 、はい、ありますけど、はい、コンチネンタル GT に関してはしっかり日本のナンバーもついてると、
じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはここを、はい、いつも通り、はい、押すと開く感じで割と容量ありますね。ありますね、はい。そして奥行きも、奥行きはそんなないですかね、まあでも結構あるかな、手が届かないぐらいで、一応トランクスルーになってるんですかね、はい、センターが、はい、はい、センターだけですけど、はい、まあ、長物にもいけちゃうと、はい、そしてこの下も一応見てもらっていいですか。下はちょっとここラウンドしてるんですね。してます、はい、下はね。そして開けるとこんな感じでバッテリーとヒューズとあと三角の表示板があって、はい、あとパンク修理キットとかね、まあ、この辺なんかしっかり入っております。やっぱり作りめっちゃいいっすね。ここもそうだし、うん、ここもそうだし、上もっすかね、はい、こんな感じ、うん、そして毎回恒例、はい、ご参考に、はい、これはどう、あのクラブが刺さってないって言って毎回怒られるやつですけど、これはいけなくないですか。ちょっとね、きついかな、きついかな。あ、まあここでしょうね、こう。あ、そうですね、そうですね、うん、そうですね、ちょっと工夫しないと、はい、で入れたとしてもワン、まあ、ワンバックですよ、はいはい、か もしくは裸で入れて、はい、打ちっぱなしって感じですか。か、まあ、まあリアシートもったいないね、入れないね、はい、まあ、こんな形でご利用いただければって感じですかね。4人で行く方は弁定が買っていただいてか、あの、はい、荷物は送りで、あ、そうですね、はいはい、使っていただけるといいんじゃないかなと思います、はい、じゃ続いて内装を見てみたいと思います、はい、で内装の前にキーも、はい、センテナリーの、はいはい、特別仕様になってて周りがゴールド、はいはい、でこれキーだけで、うん、なんかちょっと珍しいの乗ってますねっていうのが分かる、どうやれるポイントですか。どうやれるポイント、でもそれ分かった人は、はい、なんかここそこで一気に仲良くなれるよね。そうですね、君知ってるねみたいな、ね、感じでね、こんな感じのキーになってます、うん、すごいもう超重厚感、重厚感ね、はい、あります。これいくらすんのかな、これ。いや、これちょっと落とせないですね。落とせないね、はい、ちょっと先に、はい、早めに袋に入れて、袋入れていきましょう、はい。そして装備的なものはもう基本的にはもう全部ついてると思っていただいていい感じですよね、はいはい、ソフトクローズももちろんついてますし、はい、その他もろもろの装備も全部ついてる感じじゃないでしょうか、はい、はい、開けましょう、はい、中めっちゃかっこよくないですか。あ、ここもちょっと一応紹介します、はい、あ、こちらもセンテナリーの、はい、カーテシーがこれゴールドなんですね。ゴールドというか、まあ、黄色というか、はいはい、一応ゴールドで統一してるからゴールドじゃないですか。そうですね、なっております。そして内装はマリナがパッケージが入ってるということで、はい、これステッチめっちゃかっこいいですね。やっぱりシートもそうだしドアもそうだし、もうベントレーはどの年代もマリナーが入ってないのと入ってるのと全然違うので見た目全然違いますね。違いますね、はい、うん、だから、まあ、この車に限らず、まあ、ついてるものついてないものがあるんだったらついてる方をチョイスしていただいた方がいいですね。なるほど、はい、よっぽどなんかこうシンプルな内装がいいぜとかっていう方でなければ、うん、あとはもう値段が極端にこう差が出てるものだったりとか、なるほど、後々の評価にも結構影響してくると、はい、で内装的には、これもう内装も紹介してないですよね。今紹介しようと思ったんですけど、何がオプションが、はい、もうヘラヘラしてんじゃねえよって怒られそうですけど、うん、なんかこのスプリット、うん、こう色を分けてこう2色使うやつ、うん、もう ABCD でしたっけ、うん、E まであるんでしょ。 E あります、はいはい、でこれが E、 E、 はい、でこのシートのこの肌に触れる部分とダッシュもろもろの真ん中が別の色になっている、はい、そしてこの色の組み合わせが、リネンとブルネル、はい、リネンはもうそのまんまリネンですよね、うん、このきなり色、うん、だとブルネルが濃いこのコンって言うんですかね。だから本当に黒じゃないいいですよね、だから、はい、うん、でこれセンテナリーの、特殊仕様の内装もあるんですよね、うん、そのゴールドを使った刺繍とか刺繍ですね、はい、コントラストステッチなんかもありますけども、はい、今回の車は多分そのリネンあとブルネル、うん、この組み合わせなんであえて多分黄色を入れてないんじゃないかなっていう、あ、色の使い方でね、はい、僕の予想です、はい、ウッドまで入れると結構賑やかな感じになっちゃうじゃないですか、はいはい、そしてこのウッドのこのパネルもこの2色のやつになってると、うん、でもオーダー車ですね。そう、ほぼオーダーなんですよね。オーダーですよね。そうなんですよね。大体そのマリナーが全部作ってるんですよね。そうですね、内装、はい、もうだから車じゃなくないですか、もうなんか注文住宅注文住宅っていうかもう芸術、芸術ですね、はい、うまくまとめましたね。でもなんか内装のデザインとかもそうですけど、これ乗ると分かるんですけど、なんかもう ボートというか、うんうん、クルーザーみたいな感じじゃないですか、なんか車乗ってる感覚じゃないですよね、作り方がね、作り込みとかが、はいはい、もう非常に豪華な。やっぱり最初にちょっと冗談でドイツ車じゃんって言いましたけど、もうこういうところを見ると
そのドイツ車のいいところっていうか、まあそのね、なんて言ったら軽なんて言ったのかな、無駄なところがないところがありますけども、ここは本当にふんだんに贅沢に使ってますよね。そうですね、やっぱり贅沢ってこう多少無駄も必要かなって僕は勝手に思っちゃうんですよね、うん、いやいや、もう絶対そう思いますよ、はい、でドイツってどこまで行っても、もうこの真面目な車の作りなんで、うん、まあ、車の中身ワーゲンだとしても、うん、やっぱりこのアプローチの仕方というか、うん、車の作りがやっぱり全然違いますよね、うん、で非常に豪華な内装なんですけど、ドアも見てみましょうか、はい、これスイッチ類は外装と違ってしっかりメッキ使って、うん、高級感が、うん、はい、そして今回ネームの、はい、ネームはあんまり見なくないですか？てかネームのオーディオが高いっていうのを知ってる方って結構少ないんじゃないですか？あー、そうなんですかね。バングのさらに上ですね。バングとかさ、何ですか、ハーマンガードンとかって聞くと、あ、ね、なんとなくいい、確かに他の車種にも使われてたりしますからね、はい、ネームってベントレーだけっすよね、多分だけじゃないですか、はい、僕の知識だとだけです、うん、僕もね、はい、見たことないですよ。で、うん、全部レザーですからね、はい、ドア下とかまで。でもネームが入ってるベントレーもそんな見たことないですよ。ああ、割とこう少ない、少ないと思いますね、はい、うん、今回の車はしっかり入ってる。あとドアシルなんかもなぜかイルミネーションがピンク色になってますけども、はいはい、これは変えられるんですよね。イルミを変えられたかな。中は変えられるんですか、ね、電動じゃないですか。電動ですかね。ちょっとやってみましょう、はい、そしてそこにも1919、はい、2019、うん、100周年の刻印がしっかり入ってると、はいはい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。よいしょ。もう車大きいのもあるし、うん、なんかこう全然タイトさ、こう割とこうコンパクトにまとまってるんですよ。全然タイトさないです。めっちゃ優雅です、はい、そしてシートの調整の方はさすがにポルシェの 18A みたい な, なんかめちゃくちゃ細かく調整できる感じじゃないですけど、はい、必要なものはしっかりついてて、スイッチ類が全部このメッキっていう、はい、でメッキも、まあ、なくないじゃないですか、はい、で車外でこうメッキのカバーとかもあるあるじゃないですか、はい、うん、違うんですよね。違いますね。あのもうそもそもこれが金属、うん、質感めっちゃいいんですよ。いやでもこんな感じの調整になっております。いやでもこのね、このモデルになってから、はいはい、高級感がすごいですよね、うん、でこのオイニーが、うん、レザーのオイニーが、はい、でもここら辺もそうだけど、レザーの使い方とウッドのちょっと何ですか、あのブランドのなんか革製品売ってる、うん、はい、革の匂いがするっす、うん、だから本当車のさっき言ったね、車の中にいる感じしないですよ。しないですよね、全然しない、うん、そして運転席の視界はこんな感じです、一応ステアリングはこのリネンとブルネルのこのコンビのステアリング、うん、そして内側はコントラストでステッチが入ってる感じですね、はい、エアバッグとかもうめちゃくちゃ高級っすね、うん、はい、なんで高級なの？あ、小さいから高級。小さいのもそうだし、なんかこの辺のリングとかも絶対金属じゃないですか、はいはい、うん、ここ金属使うかな、プラスチックですか。あ、こっちプラスチックっすでしょ、だって、はい、ボンってきたら危ないもんね、はい、こんな感じに。そしてスイッチ類がこの全部ローレット加工というか、うん、はい、になってると。でここだけじゃなくて、はい、こっちとかもこれも全部オプションなんですよね。オプションです、はい、いくらでしたっけ、20何万ですね。25万円ぐらいでしたっけ、25万円、はい、この辺全部入ってると、はい、そしてメーターオンにしましょうか、はい、こっち、はい、フル液晶のタイプのこんな感じのメーター、はい、はい、乗ってください、はい、こんな感じのメーターになっております。ちょっとクラシックさ感じますよね、はいはい、なんかこうメガネ型になってるというか、はいはいはい、今時みたいになんかこう八角形とかじゃなくて、うん、ちゃんとこの柔らかいデザインで、ただ表示されてるものはもう紛れもなく現代の、はい、現代なんですよね、はい、非常に高級感のあるメーターになっております。そしてこの辺なんかも全部ローレットの加工されてるんですよ、はい、こっちも、はい、そして、ACC もついてると。であとはこの辺の作りもめっちゃ豪華じゃないですか。ですね、はい、で先ほど触れたこのローレット加工的なのが全部入ってて、はいはい、でこのセンテナリーのゴールドがここと、はい、こことここと、はい、ここなんか入ってます。だともう装備はもう全部ついてるって言えば早いですよね。もう全部ついてます、はい、もう全然ついてます、はい、ベンチレーションもシートヒーターも、はいはい、エアコンもデュアルですよね、はいはい、エアコンもデュアルのものになっております。そしてこの辺が、はい、ヘッドアップディスプレイ、あ、これオンオフですね、うん、はい、ナイトビジョンもついてると。じゃあ、はい、まずここから行きましょうか、はい、あ、
これなんて言うんでしたっけ？ん？ローリング？はい。ローテーそうですね。入れときましょう。もう正式名称は分かりません、はい、もう、はい。この回って出てくるやつ、はいはい。これもいいお値段しますからね。はい。戻します、ね。70万円でしたっけ？はい。はい、ついてると。はい、ついてます。これでもあるとないじゃだいぶ違いますね。どうなの？え、どうなのこの？だってなかったら結局2回転しかしないわけじゃないですか、はい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 、2回転とかこうナビが出てるかこう蓋かどっちかじゃないですか、はいはい、いやこれ、これ最高級の贅沢じゃないですか、うん、でこれ蓋もあるんですよね確か蓋もあるよねあれば切ればあ切ればいいんか、うんはい3回転するんですよ3回転、はい、一周ですかね三角形が一周する感じですかね、そうですね、はいはい、こんな感じになっております、はい、そしてこの出てくるのも、はい、こっちわかりますこの出てきながら回るね、はいはい、このデザインになっております、はい、あとこれ時計もこれ、うん、入ってんじゃないですか1919ってこれ元からですか元から、うん、入ってないよね、うん、入ってないですよねですよね、うんはい、しっかり1919のロゴが入ってる、はい、あと装備的なものでいくとナイトビジョン、ヘッドディスプレイ、あとコースティング、はいまあ、あとは当然ヤーサーですから車高の上げ下げもついてて、うん、ブラインドもついててセーブガードもついてて、うん、装備も全部ついてます、はい、でメディアに関しては、テレビなんかがオプションでしたっけオプションじゃないですよねチューナーオプションでしょあそうなのテレビチューナー、はいはい、テレビチューナーオプションだとでメディア関係に関してはもうテレビ、Bluetooth、UX、SD カード、ジュークボックスもう全部ついてるということでございます、はい、でエアコンに関しても全部細かく、はいはい、調整できますしこっちでも調整できて、まあ、シート関係も全部これマッサージとかついてないんちゃっけマッサージついてますついてるシートのこのシートの横にああ失礼しました、はい、マッサージも当然ついてる、はいはい、であとはこの辺、はい、走りの装備的なもの、うんはいだとウィングの出し入れだったりとか、はい、とだからでもこことここは共通ですよね中のね、はい、どっちでもってですね、はい、これ早めにフィルム貼りたいっすねタッチじゃないですかああここら辺ねいやこっち側あこっちにね、はい、タッチなんで、まあ、これ今新車のフィルム貼ってあるんですかね、うんはい、そしてこの辺のイルミネーションも変えられるんですよねイルミネあムードライティングはい、はい、これでまあ、要はメンズでいうとこのアンビエントみたいな、はいはい、あ今白くなったんであここも白くなったあこっちもじゃあ色変えられるんですねやっぱり今変えましょうかはい変わりましたちょっと早すぎます早すぎます早すぎますこれ今白ですかねはい青にならないですならない、はい、アクセントカラーの方じゃないですかあアクセントかはい、はい、あこれ2色で全部変えられるんですねじゃあアクセントとあここのこれとそうです、ね、モール類の色とのアンビエント、はい、アンビエントモール類の色とあと足元だったりのはいはい、はい、アンビエントアクセント、はい、あここで変わるんだはいああなってるみたいです、はいまあ、白とかが上品でいいですよねまあね、はい、とりあえず最初はあとはね好みで合わせてもらって、はい、ムードに合わせていじっていただきますであとはドリンクホルダーがこんな感じでちょっとペットボトルはいけない感じですね、うんはい、そしてアームレストは、はい、こんな感じでこのシガーライターもこのちょっとこうギザギザで高いやつなんですよね、はい、ライターじゃないですね蓋ですあ蓋だけだったっす、はい、失礼しました、はい、そしてこの辺にちょっと小物入れ的な、はいついてて助手席にもありますね、はい、あとペダルに関してはこの B マークの入ったペダル、うん、フットレストも大きいですし割とこうコンパクトな感じしますけど、うんはい、オルガンタイプのペダルと、はい、運転しやすそうですそしてあと天井に行くともう全部レザーですねねピラーもそうだしこのルーフライナーも、はい、でこれパンチングになってんですかね、はいはい、でバイザーも全部レザーですもう今日内装に関してはもうあれだね物申すとこないですねいやここちょっとめっきり良かったわかりますアストンみたいにちょっとこう、はい、ちょっとめっきりが良かったなってこれちょっとプラスチックな感じが少し感じてしまいました、
もう匿名でコメントしてあげようかでルームランプこんな感じで、今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダー、はいはい、ついております。でこれが前だけですよね、今回の車は前だけですね、はい、はい、ついております。こんな感じになっております。じゃあ続いてリアシートを見てみたいと思います。当然のこの前に倒すと勝手に前に出るタイプで、今小島店長が後ろに乗っておりますけども、いかがですか。そうですね、乗り込んでしまうと、まあ先代もそうですけど、はい、意外に後ろ広いんですね。あ、でぶつかるとちゃんと前行くん、そう前行くんですよ。へえ、だからブロック感知してるんですね。じゃあもうちょっと前に、はい、この辺にいて。本当だ、ちゃんと。じゃあ痛い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 ってならない。そう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 、ない、ならないです、ならないです。リアもめっちゃ贅沢じゃないですか。贅沢ですね。全部レザーっすよ。だってレザーです。高さも非常にいいですし、はい、これもね、あ、それはもう完全に蓋なんですね。蓋ですね。ないヘッド。真ん中のアームレストはないんです、ね。ないですね。代わりにドリンクホルダーと、はいはい、シガーソケットがついてると、はい。あとは充電ですね。USB が一応ついてるんですよ、はい。ついてます。エアコンの吹き出しとかないんですね。エアコンの吹き出しないです。はい。はい、まあ緊急用といえば、まあ緊急用なのかなと。そうですね。はい。でもまあ全然ツイーターもついてて、うん、はい、ミットもついてて、うん、だって後ろ乗ったらもう全部レザーに囲まれるんですよね。シートの背面もレザーですからね、バックレストも、はい、え、なんで今シートベルト閉めたんですかいやいや、どうかな確認ですか。確認です、はい、非常にこうやりたい方だ、今日やりたい方だ、ね、落ち着いてください小島さん、はいはい、まあまああの全然乗れる感じ、乗れるというか、そう すごくめちゃくちゃ快適かというと、うん、まあ、そんなにこう快適じゃないですけど、うん、後ろもちゃんと抜かりなく作ってあるっていう感じします。使いなく、うん、はい、作ってありますね。だから91とかね、アイポルシェとかってもう乗れないじゃないですか。そうですね、そうですね。そういう考えで言えば、はいはい、ベンツの S のクーペと同じような感じですか、ね、ああ、なるほど、うん、まあ、素敵なものはさておき、うん、まあ、その最大限利用できるようにできるように作られてますね、はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、やってまいりました W12、はい、W12 ももうこれ最後じゃないですか、多分最後でしょうね、はい、そしてもうワーゲングループ唯一なんですね、うん、はい、のエンジン、はい、で改めて見るとめちゃくちゃちっちゃいですね、やっぱり小さい、小さくないですか。だって126気筒あるのにこんな、そのサイズ、ね、ここしかないんですよ、だって、はい、でそれがすごく強角のその6気筒を2つ並べて、うん、で W12 になってるんですよね、はい、でこれ僕あのずっと勘違いしてたんですけど、うん、あのワーゲンの VR6 あるじゃないですか、うんうん、あっちが後かと思ってたんですよ、うん、ゴルフとかに積んであった、うんうんうん、はい、強角の V6 の、うんうんうん、はい、あれが先なんですね。先なんだよ、はいはい、であのエンジンを2つくっつけて W12 にしてるらしいです。でスペック的なものでいくと、で現行だと W12 でスピードがあるんで、はい、もうちょっと馬力出てるやつもありますけども、この標準の W12 でも、635馬力で、 V8 の方が550馬力というわけで、85馬力 W12 の方が出てると、はいはい、で0100に関しては、W12 3.7 秒でございます、はいはい、2トンオーバーの巨体がマックス333キロまで加速していくらしいです、はい、これちょっとあのモータースポーツスタートのメントレーたるところかなという感じがします、うん、で一応メカニカル的な部分でいくと、一応8速の DCT、 これがパナメーラと同じものを基本構造を使ってるんじゃないかっていうのは、はい、いろんな読み物に書いてありました、はいはい、まあ、要はワーゲン系の DCT ですよね、はい、で先代があの普通のトルコモーターなんですよね、うん、なんでちょっとその辺もかなり進化している部分かなと。であとは、一応 W12 ももう20年ぐらいの選手のエンジンなんですよね、はいはい、開発から入れると、で何も変わってないかと思いきや年々こうどんどん進化していって、一応この、コンチネンタル GT に積まれているものに関しては、直噴とあとポート噴射の、マルチポートのインジェクション、まあ、要はエンジンの燃焼室と、うん、ポートってその吸気のところも両方燃料を吹くタイプの、はいはい、直噴になっているらしいです。だとシリンダーの方が大気プラズマコーティングシリンダーっていうちょっと特殊な、最近メルセデスとかもやってますよね、うんうん、なんかそのスリーブ使わない代わりになんかそのシリンダー その内側に特殊なコーティングして、うん、そのフリクションロス減らしたりとか耐久性上げたりする、うんうんうん、まあ、その辺の技術なんかも含まれているらしいです。
あと基本的に W12 のエンジンに関しては300点近いパーツを職人さんがもう手組みで、手組みでね、はい、まあ、当然ですよね、はい、数が少ないですし、うん、特殊なエンジンなんで、まあ、基本的に全部職人さんの手組みのエンジンってことらしいです、はいはい、でちょっとこのだからまあ中も芸術、エンジンも芸術品、そうですね、もう芸術の域ですね、はい、まあ、もちろんさらにその上の W16 でしたっけ、うん、はい、シロンあれちょっと例外なのそこはもうありますけど、例外です、普通の人買えないじゃないですか、はい、例外ですね、はい、普通、まあ、十分普通じゃないです、普通じゃないですけど、まあまあ、なんかこう、はい、頑張ればもう買えるかもしれないなと思えるところのもう最高級のエンジンじゃないかなって僕は思います、はい、もったいないですよね、本当にそうですね、はい、まあ、だから乗るなら今なんですですね、はい、はい、そしてこの後ちょっと W12 サウンドと、はい、あと僕ぜひちょっとこのクランキングの音をお届けしたい、クランキングの音ね、はい、ちょっと特殊な音するじゃないですか、はいはいはい、ちょっとこの後聞いてみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。止まっちゃうと救急なんじゃないですか、止めとくと、うん、ちょっと時間経つとクランキングもちょっと長いじゃないですか、クランキング博士、はい、クランキングなくなっちゃうんですよ、フェチのね、はい、エンジンもそうですけど、はい、あとしかもさっきカメラマンと話したんですけど、うん、これだけ大量にレーザー使ってるじゃないですか、うん、カメラマン情報ですよ、うん、牛7頭分使ってるらしいですよ、本当に。で今その欧州ヨーロッパとかのブランド、うんうん、のメーカーブランドがもう軒並みレザー使わなくなってきてるじゃないですか、うん、なんか動物愛護だったりだとか、うん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 、そういう観点で、うんうん、だからなんとなくですけどなんかレザーリアルレザーってちょっと野蛮だよねみたいな空気が少し出てきてるじゃないですか、うんうん、心配じゃないですか、心配というと、だってこれベントレーが合皮とかなったらちょっとがっかりじゃないですか、うん、まあね、わかんないですよ、うん、でも現にもうポルシェはなんかその合皮じゃない合皮の方にお金出すんでしたっけ、あ確か、うん、レーステックってはい、人工スウェードの方が高いんですよ、はい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 、ちゃんとエコなものをお金払って買うっていう、はいはいはい、体感とかもそうですよね、うん、その上にオレアレーザーってもう最高級のものもありますけど、はいはい、今現状、うん、あと5年か10年したらその辺の価値観もひっくり返そうじゃないですか、うん、はい、っていう心配をしました、心配しちゃうね、はい、ちょっと今日発信する前にちょっと長いですけどいいですか、うん、じゃあでもこれあいや言っていい、いいですよ、じゃあ肉食べれないじゃん、あそうなんですよ、でもそのそうなんです、食肉とそのレザーっても絶対出てきちゃうから、うんうん、食肉もなくなっていくとレザーが余っちゃうんでっていう、うんうん、そうだね、あじゃ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 あ食肉を続ける限りはレーザーが出るんで、うん、出るんでしょ、はい、だからそこのうまいバランスを取れればいいと思いますけどね、だから食肉もでも今なくなってますよ、大豆、はい、大豆、いいね、大豆ミートに切り替わってる、うん、はい、らしいです、大豆ミート、お腹やばいです、もうお腹大豆ミート、はい、やばいです。そしてちょっと発信する前にちょっと長いですけどいいですか、どうぞ、ちょっとせっかく勉強してきたんで、でもぜひぜひ、はい、はい、お願いします。でまずそのウォルターオーフェンベントレーさん、はいはい、まずベントレーブランドを立ち上げてルマンで5回優勝します、はいはい、でそこが、まあ、ベントレーのモータースポーツブランドゴリゴリの、はいはい、スタート地点になります、
て、その後1931年ロールスロイスに吸収されます、はいはい、で、ブランドは吸収されるんですけど、はい、本人時代はラゴンダに移籍するらしいです、はい、でそのラゴンダはアストンに吸収されるらしいです、はいはい、で1971年にロールスロイスが一回倒産します、はい、でイギリス国有化されます、はい、で、車部門だけ切り離して、1998年ワーゲンに、はいはい、なります。で2003年に、ロールスロイスを BMW に、売却して、はい、で、ベントレー部門だけ残ると、はいはいはい、でそこからこうどんどん現代の形に近づいているみたいです、はい、で一応2003年に、はい、ルマンで優勝してる、はいはい、でそれが5回目の優勝らしいです、はいはい、そしてですね、あともう一つ V8 と W12、はいはい、ここって結構皆さんどういうふうに考えられてるのかなと、はい、で今日ちょうどいい読み物があったんで、はい、ちょっとその読み物の引用になるんですけど、はい、僕の勝手なイメージですよ、うん、W12 買う人の方がなんかちょっとこうヒエラルキーじゃないけど、はい、なんかこうなんていうんですか、もうせっかくベントレー買うんだったら W12 の方が良くない、の方かなと思ったんですよ、はいはいはい、そうじゃないんですね、はい、はい、でもちろんその味があったりとか、はい、その魅力的、魅力的って言ったらですけど、うん、はい、なのは W12 なんですけど、はい、結構 V8 をあえて、はいはい、選ぶっていう方も少なくないみたいですね、はい、それは費用的なものじゃなくて、はい、っていうのは燃費が 15% ぐらいやっぱり V8 の方がいいんですか、はい、なんで巡航距離が100キロぐらい長いんですよ、はい、で結局その遠くまで1回で行ける、はい、でなおかつその給油の回数が減らせる、はい、っていうんで V8 を選ぶっていう方も多いみたいです、はいはいはい、特にそうだと思いますよ、はい、コスパ考えたら絶対 V8 ですよ、うん、その新車価格からもそう、新車価格とか、はい、そういうなんかそのなんて言いましょう、車のその費用対効果考えたら、ああじゃないです、そういうことじゃなくて、じゃないです、だからコスパで V8 をみんな買ってると思ったんですよ僕は、はい、うん、はい、でも燃費がいいから V8 選ぶってことでしょ。違います。違うんだ。だからもうその辺乗る人は燃費とか全然気にしない、燃費っていうかそのガソリン代は気にしないんだろうなと思ってたんですよ、うん、はい、だからこの辺乗ってんですよだって、うん、でもその今の話だと、はい、じゃないですよ、長い巡航距離が取れるっていう話です、うん、はい、だからパフォーマンスがいいからじゃないの。パフォーマンス、そうです、そうです、パフォーマンスがいいです、うんうんうん、はい、お金がかかる動向じゃないんですよ、はいはいはい、だから燃料代が高いとか安いとかそういうことじゃなくて、うんうん、給油に関するその手間が省ける、あ、そう、ね、はい、時間を買ってる感じ、そうそうそう、うん、時間が買えるっていう、うん、そういう感覚で V8 選ぶっていう人がやっぱり多いです、うん、やっぱりここを買う人って燃費気にしないですよね。だからなんで V8、V12 なのかなと思ったんですよ。あ、V12、W12 なのかなと思ったんですよ、はい、そしたらそういうことみたいです。そうなんだ、はい、まあ、でもそこになんかちょっと、ま、もうちょっと奥深いことがなんかありそうな気がするよね。まあ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 、うん、人それぞれのところあると思うんですけど、うん、結構そういうんで選ばれるっていう方が多いみたいです。だから具体的な数字でいくと W12 だと662キロらしいんですよ、うんうん、カタログ値が、うん、それが V8 になると763キロになるんで、うん、約100キロ V8 の方が巡航距離が長いと、うん、はい、お金持ってないと分かんないな、その感覚はな、らしいですよ、はい、だからもうここまでいったら燃費気にしないだろうと僕思ってたんですよ、うん、そういうお金の話じゃなくて1回でどこまで遠くまで行けるか、うん、月の給油を何回減らせるかっていうことみたいです、うん、まあ、確かにそういう時間を買ってますよね、お金で、うん、はい、そういう方もいらっしゃいますみたいです、うん、あと W12 って言うじゃないですか、うん、けど普通に街乗りしてたら、うん、あの W12 じゃないらしいです、うん、じゃない、それでも、ね、はい、他のメーカーもそうだもんね、4気筒出したりしてもんね、そう、うん、でそれが一応3速から8速、3000回転以上、うん、300ニュートン以上じゃないと、うん、シリンダーが休止するらしいです。そう、だから街乗りだと、はい、ほぼ多分休止してる、うん、はい、踏まないと W12 にならないならないと、はい、みたいです。であとは、アイドリングストップもそうですし、まあ、コースティングもついてますし、うん、はい、その辺の、燃費対策、環境対策なんかもしっかりしてるみたいです、うん、あと一応 V8 と違うのは電子制御の LSD がついてるのと、あとトルクベクタリング、うん、あとは、まあ、当然四駆ですけど、あと 48V の、アンチロールバーも、はいはい、その辺の走りの装備が W12 だと標準になってるそうです、はい、で V8 だとオプションになるんで、はい、まあ、差額200万ぐらいあるんですけど、はい、まあ、この辺を必要とするともう漏れなく差がなくなるんじゃないかなと、はいはいはい、という僕の小話です、はい、参りましょう。で最後今回ちょっと自分の中でどう締めるの、はい、どう締める、あ、締めないよね、はい、とりあえずそういう情報を、はいはい、いやでも
最終的にはお金持ちの考えわからないなっていう感じだな俺今。いやでも僕が読め物読んでなるほどと思いましたよ。あそう、はい、なんかねどうせ買えるんだったらいい方がいいじゃんみたいな。あだからそう思ってたんですよ。だからあでもそのここをだから V8 あえて買う人の V8 の方がいいじゃんって思ってんだろうね、はい、多分ね感覚が。あと音がやっぱり全然違うみたいですね、うん、V8 の方が音が低いって言ってましたよみんな、うん、読み物読んだら音がエンジン音とか、はい、そうなのかな聞こえるところですよ、うん、ただ音の重厚感に関しては圧倒的にダブル順位だと思うんですよ僕。走ってる走行のマフラーの音とか多分 作ってるそういう演出してる音なんかは12気筒の方がスポーティーだと思うけどな、まあ、スポーティーだけ求めないのかね。まずはじゃあコンフォート B、はい、B モードからいきますか。はいお願いいたします。じゃあ B モードで、はい、すげえ重厚感。あれ一回僕実はあのコンチ GT 乗せていただいたことがあって、はい、高速とか、はい、結構な距離は以前でもあのファーストエディションかなんか東京店で1年ぐらい前に動画で撮ってましたね。それ多分乗ったっけ。乗ってないですかね、うん、乗ったっけ。乗ったか乗ったんですか。まあ1年前じゃ忘れちゃうね、はい、覚えてます、うん、1年前食べたラーメンの味は覚えてないのと同じね、はい、ものすごく良かったぐらいしか覚えてないです、うんはい美味しかったなっていうね。そうですね、うん、じゃあ改めてまたいろんな車を乗ったツッチーさんが感じるコンチ GT12 気筒、ちょっとでもブーンって走り出すのは結構久しぶりかもしれないです、うんはい、もうとにかくすごくないですかこの重厚感。うわうわこれめちゃくちゃ高級なんですけど、すごく走ってる感ありますね、うん、ステアリングフィールもそうだし、すごくドライバーズカーですよ。去年末に乗せていただいたロールスのドーンと真逆っすね。あ、違う、はい、あれってどこまで行ってもなんかこうコンフォートっすけど、うんはい乗り心地いいけど、コンフォートしようじゃん、はい、乗り心地いいけどすごくしっかり走ってる感あります、うんうん、ださっきのこの B でも全然乗り心地いいですけど、うん、いやいいな。ブレーキはまあまあとめちゃめちゃ効きます、うん、これなんかもう運転しなくてもこの車内にいるだけで幸せになれます幸せな感じで、はい、このレザーの匂いと、うん、この豪華なインテリアと、はい、いいな最高すぎます。目つぶりたくなっちゃいます、うん、空気感はすごいやっぱり感じるよね。雰囲気いいっすよね、うん、雰囲気あるよね、うん、エンジンの振動とかもすごい。エンジンかかっもうアイドリングストップなってないですよね。なってないです。全然かかってる感じしませんよね。でもかすかにはホンホンホンそうそうホンホンってのあるんだけど、全然そんな感じしないね。余裕なんです。それがひとたび踏めば600馬力オーバーですよ、うん、ちょっと安心しすぎてなんかその喋るの忘れちゃうぐらいな感じの安心感っていうか。ああ。この今はね止まってる感じは。うわめちゃめちゃトルクあります。そしてステアリングフィールはめっちゃしっとりっす。で22インチですけど、うん、乗り心地もめちゃいいです、うん、めちゃいいけどちゃんと接地感が、うんうん、でもちょっとコンフォートだとやっぱり触れますね。柔らかいというか。そうっすね、うんまあ、でも本当に船乗ってるみたい、うん、あ船、はい、船だね、はい、いやけどちゃんとこう操作感あるんですよ、うん、ペダルもそうだし、うん、ステアリングもそうだし、うん、買いますか。もう好み的には B ですね。スポーツスポーツスポーツにしましょう。スポーツにすると車高も下がるっすよね、うんはい、しっかり車高も下がって。いやこれめっちゃ運転しやすいっすね。やっぱりミラーもそうだし、うん、視界もそうだし、音太っ。音が全然変わりましたね。変わったよね。変わりました変わりました変わりました。バルブが開いて音が変わって
で乗り味もだいぶ硬いっすね。硬、うん、い硬い、はい、で普段スポーツカーとか、はい、まあ、ちょっと車高低いに乗ってる人はちょうどいいですね。そうですね、うん、いいですか。どうぞ。やばいやばいやばいやばっ、前が浮くぐらい加速しました今、うん、ちょっとね、ちょっとあの車と反する。うわ、めっちゃいい音してる。これ普通にスポーツにいるとスポーツカーっすね、うん、でっかいスポーツカー、でっかい。いやいや、でもなんていうのかな、もう助手席ってここだけの視界じゃないですか、はいはい、スポーツカーですよ。ベントレーって感じないですね。いや、もうその元祖のベントレーなんですよ。そうそうそう、はい、もうスーパースポーツ、スーパースポーツ、はい、とんがったベントレー。そうですよ、はい、でもなんかそれあんまり世間一般に伝わってなくないですか、うん、ね、はい、それこそ歴史を知ってる人がベントレーって聞けば、うん、そうね、はい、もうゴリゴリのモータースポーツブランドねって感じですけど、はい、若い頃はやんちゃだったお父さんみたいな感じがどっちかっていうと現代だとなんか超高級なブランドって感じじゃないですか。これってだから他の国とか他のメーカーじゃ多分作れないと思うんですよ、うん、僕で仮にどっか違うメーカーがこれと同じ車出してきても、うん、こうならないと思うんですよ、うん、はい、この雰囲気と、うん、やっぱりこの歴史というか、うん、はい、必要じゃないですかやっぱり、うん、数々の名車とかこう、うん、高級車を作ってきて、なおかつこのモータースポーツで名を馳せたこの歴史がないと、はいはい、これって成立しないですよね、はいはい、言っていい、はい、ここメッキだと騒がしいと思うよ。本当っすか、うん、なんかちょっとプラスチックなのか今なんか眩しいの、こうまた眩しくなっちゃう。マットシルバー、こんな感じのマットシルバーで、あー、そう、はい、いやもう最高すぎます。で全部レザーですよだって、うん、そして運転した感じは全然こう、うん、車大きいじゃないですか、うん、全然こう動かすの苦労する感じはしないです、うん、でこれリアフェンダーめちゃくちゃ出てるから、うん、後ろとかこう車幅感とかつかみにくいかなと思ったんですけど、うん、全然そんなことないです。だ多分これバックしても駐車場もまっすぐバックできる感じだと思うんです。横には出てないんで、うん、縦にすごく出てるから、うんうん、フェンダーこう盛り上がってるように見えるんですけど、うん、出てるように見えるんですけど、実際横には出てないんで、うん、多分これバックもしやすいですよね。いや本当スポーツだと全然車変わりますね。激減しますよね。激減しますねやっぱり、うん、ただこの踏み始めとかは絶対こうなんていうんですか、うん、極端な感じじゃないんですよね、うん、ガッて踏んでもちゃんとワンテンポ遅れてグワーってくる感じ、うん、ちょっとそのなんて言ったかな、なんだろうな、スポーツカーで言うとアルファとは全然違う。アルファはドンってダーンっていう、そうですね、そうですね、なんか怖いぐらいに爆発しますけど、はいはいはい、ああいう極端さはないですね、うん、あれだな、あれだな、あれだな、なんすか、あれですね、滑らかさが違いますね、はい、60からの加速の方がその接地面とか、これやっぱり高速なんですよ今回ちょっと距離が薄すぎて、うん、はい、ちょっとね飛び石と、そうですね、あとね、はい、あのサイドのカーボンとかもあるんで、はい、ちょっと下道市場になってますけど、うん、進化を発揮するのは多分 GT カー的な使い方だと思います、うん、高速だったら本当に両極端、クルージングも楽しめるし、はい、ガンガンも走れるしっていうのがすごい体感的な感じですね。ねえ、ゴルフ上率がさっきね高いっていうのも、これでゴルフ、ね、ゴルフなんて言ったらもういいでしょうね、うん、マッサージ、ゴルフ旅行行きたいです僕これで、旅行ね、ちょっと遠くに、うん、だって満タン600キロ走れたら大阪どころじゃないですよ、うん、はい、でもやっぱりさベントレーとかってどうしてもそのコストとか、はい、あのリセールとかってさ、はい、どうしても良くはないじゃないですか、はいはいはい、このクラスで言うと、はい、でもそこじゃないんですよね。いやそこじゃないですよね、だから、うん、僕も思いますそれは、はい、いやそれこそあの損得とか、まあ、やらしい話ですけど、うん、それ考えるんだったら、うん、もう現行のゲレンデ買った方がいいです、うん、こ
こってやっぱりそれ以外の部分、うん、はい、いや俺ベントレー乗れるんだみたいな、はい、そういうとこじゃないんですよみたいなね、はい、感じですよ本当に。これを乗る人を幸せにしてくれる車ですねこれは、うん、いやスポーツ結構硬いですね、うん、B がいいんじゃないかな、 B ぐらいがちょうどいい、うん、まあでもここら辺もね、はい、今カメラマンさん後ろ乗ってますけど後ろの乗り心地はいかがですか。めちゃめちゃ快適です。快適ですか。あのカメラマンはレザーに包まれれば幸せです僕は知ってます、はいはい、高級なレザーに包まれればそれでいいんです、うん、はい、でも後ろもね全然乗れるって。いやいいな、うん、全然車のレビューしてないですけど大丈夫ですかね、はい、レビュー、はい、あれがこうだとか、あれがどうだって。ハンドルはしっとりです、はい、そういうことね、はい、だ全てなんかちょうどいい遊びがありますよね。だからそのアクセルのレスポンスもそうだし、うん、ステアリングもそうだし、はいはい、ブレーキもめちゃめちゃ効くっすけど、うん、その最初から唐突に効く感じしないんで、うん、多分これ女性の方でも全然運転できちゃうっすね。運転が得意じゃない、うん、うちのかみさんみたいなタイプも全然乗れちゃいます多分、うん、ダイレクト感がね、はい、ないというか。ただひとたび踏めば、うん、もう信じられないぐらいのトルクでこの巨体が動き出すんで、うん、はい、速く走ろうと思ったら多分めちゃくちゃ速く走らせられるですね、うん、これ、うん、本当に狂った運転できますよ多分。しないですけど、うん、はい、でもサーキットでベントリー走ってるのって見たことないですあんまりないよね、うん、まあ、海外とかなんか探せばありそうですけど、うん、ニュールとか走ってるのとか。でもルマンで優勝してるメーカーですよ、うん、はい、そういうことなんですよ。最高です。結論最高です。最高ですか、はい、ありがとうございます。ちょっと貴重な車なんで今回これぐらいでやめてきます。1回ね、1周でね、はい、ありがとうございます。もう2周走ってもいいしか言えないもんね奥が深すぎる、はい、うん、本当に。最後になりますけれども、はい、いかがでしたか小島さん。いかがでしたか、はい、もう本当になんていうんですかね、もったいないですね。このエンジンがなくなってしまうのとか、あ、なるほど、そういう今までのこの流れも本当芸術品だと思います。はい、ちょっとこの先いろいろこう今 EV とかハイブリッドとか言われてるじゃないですか、はい、で S クラスもなんかハイブリッドとかどんどん進んできてるじゃないですか、はい、だから確かにちょっとこうこれがなんか何年先か分かんないですよ、はいはい、もしかしたらなくなってったりとか違う形になっちゃうのは少し寂しいかなっていう系やっぱり僕もします、はいはい、まあ、新しいものも出しながらこういうものも残しつつっていうのは欲しいですけどね、はい、まあでもそれはね、まあ、オーナーさんとかが大事にやっていただきながら部品供給とかそういうのは途絶えてもらいたくないですよね。そして今回ご紹介させていただいた個体は本当にコンディションもいいですし、そうですね、装備もいいですし、はい、まあ、あとはその記念すべき100周年の車なんで、はい、本当にここまでオプション入っているのってなかなかないと思いますからね、はい、ぜひこのチャンスに。というわけで今回はベントレーコンチネンタル GTW12 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。